ングを担当します、お茶こと吉川セリナとアリスこと牧原沙穂です。よろしくお願いします。もう早速担当紹介に参りたいと思います。はい、一つ目はミリーナ塩さんによる旬レポ、二つ目はイモちゃん林による謎レポ、三つ目はさっちゃん小島みによるモグレポ、そしてエンディングあゆみんとチエルです。これなもうなんかメンバー的にちょっと今日ベストかもしれない、なんか、うん、なんか見たことないところない、ね、小島みとさっちゃんとかってあまりないからさ、そうだ、ね、楽しみだね。そうすんごい楽しみで、どんな、うん、ね、さっちゃんは毒を吐くのか、ね、小島みはどんな感じのキャラでいくのかっていう、そこもまた見どころかなと思います、うんね、ぜひぜひね最後まで楽しんで聞いてください。はい、そしてもう早速、うん、前回のクイズの正解発表に参りたいと思います、うん、前回のクイズは現在好評発売中のポケモンゲーム、うん、アリスが欲しいと言っていたのはムーンだったでしょうかサンだったでしょうかという問題でした。はい、どっちかな。そう、これ私がね正解発表してもいいんだけど、うん、目の前に偶然、はい、アリスがいるのでアリスに正解発表お願いしてもよかったですか。はい、じゃあお願いします。いい、うん、はい、正解はムーンでーす。ということで、うん、クイズの正解はムーンということで、レイニスさん、アジュンさん大正解です。はい、おめでとうございます。そう、あの後ね、うん、ムーン買いに行ったの。早速だね、行動したね、すぐに、うん、どうだった、並ばずに買えた？うん、並ばなかった。もう、ま、なんかあれかと思った、ずっと並んでるかと思ったあれ大丈夫だった。今度なんかぜひお嬢も買ったらさ、うんうん、ポケモンがポケモンバトルしよう、うん、しようしようしよう、もう超可愛いんだけどアリスもうそのお誘いは断れないからね、うん、絶対ぜひぜひしましょう、やろ、うん、はい、ということでお便りが来てるんです、うん、今回、うん、ツイッターネームレイニスさんから、うんうん、自分は 3DS を持っていないのでポケモンができません。モグレポのモグ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 ペロリンチョ可愛いなって思いながら聞いていました。で考えたの私なの、お嬢なの。そう、今だからすごいテンション上がった、めちゃくちゃ嬉しい、ありがとうで全部可愛いセリフがあったらいいな、かっこ私欲って書いてある、私欲。いや確かに思った私も、うん、なんかそのモグレポだけじゃなくて、うん、他のやつもあったらいいなと思ったので、うん、今回ちょっとみんなでね話し合いたいと思います。はい、さてそろそろ本編に参りましょうかね、うん、パパレポ私の心をリツイート。この番組は名古屋スクールオブミュージック&ダンス専門学校の協力でお送りします。せーの、 NSM旬レポ。はい、今週の担当は僕しおさんこと河合しおりとミリーナこと常ミリーナじゃよ、よろしくお願いしますはい、うん、あーなんか、うん、最近いろんなところで雪が降り始めてさ、あ冬になってきたね、寒くなってきたね、寒い、うん、あったかいものが恋しくなる、あーやめろ飯してろかおでんとか美味しいね、あーそうだね、あったかいもの食べたくなってきたよね、うん、まあ、食欲の秋ならぬ食欲の冬ですからね、ですねミリーナ的には、うん、魚介の鍋が、あーいいね、食べたいな、だったらあれかホタテ入れたりとかだね、うん、もういいね、あと新年あたりにさカニ鍋とかもいいよね、あーずるいそれはずるいぞ、そうカニの鍋とかもね、やっぱりねお魚がね美味しくなる、美味しくなる、旬だからね、旬だからね、これ旬レポだから、そう12月ぐらいに旬を迎える魚ってね、調べたの、そう調べちゃったさっき、あー仕事が早い魚介鍋食べたいなと思って、つい、うんうん、イワシとかイワシ、カレイ、カレイ、ヒラメ、ヒラメ、タイ、タイ、ブリ、あーブリー、ブリ好き、などブリ好き、私もブリ好き、煮付けが一番好き、あーいいね、ブリ大根とかね、あブリ大根食べたことないわ、待って待ってちょっと待ってちょっと待ってちょっと待って、食べたことないの、ないです、あでもねブリ大根簡単に作れるから、あ本当に、そうそう、あのねめんつゆとおろし生姜がちょっとと、うん、あと砂糖を混ぜてあと煮るだけ、簡単だね、そうだよ簡単だよ、君でも作れるよ、うん、うん、そうだね、さあお料理しよう、私はどういうキャラなんだろうはい、もう他は他は、うん、他にはねムニエルとかもどう、あームニエル、そうそう、鮭のしか食べたことない、あでもね鮭なのはね王道だけどね、うん、ブリでもね脂が乗ってるからね、あお箸刺した時に身がホロホロって取れて美味しいんだよ、あずるい、いいでしょう、あーずるいぞ、そうムニエルもねあの家庭科の教科書とかにね載ってたりするから簡単に作れるからいいよ、作れちゃいますね、そうだよ、うん、
簡単だね、うん、あとね、うん、僕ね一番おすすめなのが、うんうん、お刺身。お刺身、そう、お刺身一番好き。待って、さっき煮物好きって言ってなかったっけ。あれ、のせ焼き、のせ焼き、のせ、きのせ、うんうん、とりあえずお刺身の話をするよ。そう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 、お刺身美味しいもんね。うん、美味しい、うん、お刺身ね、あの醤油漬けにして、うん、そう、白米の上に乗せて食べるのが美味しいんだよ。あー、いいでしょ、それもずるい。うん、それでね、あのつけるときにね、うん、ちょっと料理好きな友達にね、おすすめないかって聞いたら、うんうん、その醤油小さじ1杯、うん、でお出汁小さじ1杯、うん、そこに名古屋のつけて味噌かけて味噌を本当にちょっとだけ混ぜ込むの。え、醤油お出汁、うん、かけて味噌、つけて味噌、つけて味噌かけて、そう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 、お、うん、本当にちょっと耳かき、そう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 、それぐらい、それぐらい混ぜて、でそれに漬け込んで食べると、うん、めちゃんこ美味しいらしい。あー、なんか、ね、食べてみたい。あのお味噌でね、うん、あの醤油の舌触りがマイルドになるんだって。すごい、こんな感じで、気になる、うん、うん、気になってくる。やりましょう、一緒に。やりましょう、やろうやろうやろう。というわけでね、うん、今回は旬の魚介類についてお話をしていきましたけど、はい、こんな感じで旬の食材に舌鼓を打ってみてはいかがでしょうか。スクールオブミュージック&ダンス専門学校、せーの、ナゾレポ。皆さんこんにちは、林真奈美です。今です。さて今回ナゾレポなんですけれども、はい、早速テーマの方紹介しちゃいましょう、はい、お願いします。猫が捕まえた獲物を持ってくるのはなぜ。おお、猫、猫飼ってる。飼ってない。飼ってないの。アレルギー。でも大好きなの。そうなんだ、うん、私はね6匹飼ってる。あ、おい、いいな、行きたい。やでということでですね、うん、今回の謎、捕まえた獲物を持ってくるのはなぜ、うん、ということなんだけど、うん、なんでだと思う。あー、あのね、捕まえてきたから、うん、褒めてみたいな。なるほどね、うん、見せびらかしてるみたいな、ね、そう私もそう思ってたんだ。え、あのね近年、うん、有力な理由としては、うん、飼い主のことを狩りのできない未熟な子猫だと思って母猫気分で獲物を捕らえてくるらしいのよ。え、林も持ってきてこられたことある？あるよあるけど、なんだよ。なんかこうバカにされてるじゃない。おい、聞いてた聞いてた、うん、飼い主のことを狩りのできない未熟な子猫、うん、ほら、狩りのできない子猫だと思われてるんだよ。おい、バカにされてねえわ。バカにされてない。バカにされてない。優しさ、愛だから。優しさかな。猫たちが私に愛をくれているから。そうなの？そうなの、うん、まあ、さっき言ったようにですね、うん、母猫気分で獲物を捕らえてくるということで、うん、この獲物を持ってくるのはメス猫が多いらしいのよ、うんうんうん、で私、林家ね、猫6匹飼ってるって言ってた、うんうん、そうだね、それ全部メス猫なのよ、うん、で、6匹中、うん、5匹は獲物持ってきたことあるの。なんだよ5匹にもバカにされてる。おかしいだろう、バカにされてないわ。バカにされてないわ私の娘かって。いや、だいぶでかいからね何倍あるあなたのってなるよ思われてるんだよ。思われてねえわ。でね、まあこう、獲物を持ってきた時に、うん、ついついね、何やってんのって怒りがちじゃないの、うんうん、でも、え、だってそうしたら、あ、子猫に褒められたみたいな。褒められてねえわ。怒られて、子猫に怒られたって、ガーンってなっちゃう。なんでやねん誰が子猫だわだから、まあ、猫たちはね、うん、本能で持ってくるわけよ、うん、だからそういう時は、うん、優しい笑顔で、うん、あ、よく取れたねって言って、うん、あの褒めてあげてから、うん、獲物は土に返してあげて、うん、そうしないと。でも子猫に褒められたんですよ。なんでや、わーって。嬉しいだろ、褒められたら。そうかな嬉しいわですね、うん、まあ今回の謎、うん、猫が捕まえた獲物を持ってくるのはなぜということで、うんうん、林が子猫だったから。おお、なるほどな、うん、なるほど、そう思われてる。そういうことか。そうそう、私が子猫だから持ってきてくれるのか、うん、そうだよ。じゃあそういうことにしようか、うん、そういうことということで今回の謎、うん、無事解決だにゃー可愛くない。え、名古屋スクールオブミュージック&ダンス専門学校、もぐレポ、もぐ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 ペロリンチョ。今日のパーソナリティは小島美子と小島まみと、さっちゃんこと小林さなえです。はい、はい、今回の紹介するものはズバリ、はい、明星一平ちゃん夜店の焼きそばショートケーキ味。うえ
12月5日発売のものです。え、何ショートケーキ味？ショートケーキ味。まだ出た。そういうのさ、何でもかんでもさ、美味しいもの組み合わせればいいってもんじゃないと思うんだけどさ、美味しいものと美味しいもの合わせれば美味しくなる法則、うん、いやそれは限らんで、どういうものなの？さあ早速紹介していこうと思うよ、うん、あのね、ショートケーキ味っていうことで、うん、クリスマスをはじめとしたパーティーシーズンに向けての季節限定商品、うん、あーそういうのなの。そうだからね、ソースとかもフルーツペーストで、え、バニラ風味をつけたソースなんだけど、うん、でマヨネーズも普通かけるじゃない？かけるかける。それもバニラ風味でショートケーキ感。え、もうそれマヨネーズじゃないと思うんだわ。だからね、甘いんだよ、ショートケーキなんだよ。で最後にラスト、火薬、うん、火薬普通にいっぱい乗せるじゃない？あるね、うん、それもいちご、ちっちゃいいちごが乗ってて、でヨーグルト風味のキューブ、うん、ゴロゴロしたやつも乗ってて、うん、あと私が好きなカラフルなチョコレートスプレーみたいなのが乗ってるんだよ。え、もう完全にお菓子じゃんそれ。そう、お菓子だよ。え、焼きそばだけど、もうどっちか、もう味覚と視覚となんかもうごっちゃになりそう。クリスマスだからパーティーに、だからパーティーに向けてのものなんだよ。あ、チキン、パイとかそういうもの、うん、焼きそば。いや、ならへんならへん、ね、そうならへん。どんなパーティーびっくりするわ。いやでも私はもう焼きだったら、それ食べるんだったら一平ちゃんの普通の焼きそばと普通のショートケーキ単体で買って、単体でこう楽しみたい。カロリーお化けがいるね。なんだとこの野郎、気にしてることを。カロリーさ、だってさ、普通の一平ちゃん604キロカロリーあるでしょ、うん、あるんだよ、うん、でショートケーキ300キロカロリーくらいあるんだよ、うん、合わせて1000キロカロリーでよ。いやでもだったらそれも合わせてるから、どうせ1000ぐらいとかでしょ。違うんだよ。何？あのね、ショートケーキね、このショートケーキカップ焼きそば500キロカロリーで半分なんだよ。でしょ、いいでしょ。カロリー、カロリー、あのね、カロリー半分だからね、子供にもね、大人にもね、おすすめの、女の子に優しいよね。あ、女子はね、そういうの多分大好きだからね。いいでしょ、カラフルだし。カラフル好きね、うん、どんだけカラフル押してくる。カラフル押していく。まあね、こうやって言ってるけどね、さっちゃん子供だから分かってないからね。なんだとこの野郎、やるか戦争か、この野郎、負けへんぞ。置いといてね、置かんといて。優しくて女子にもおすすめな、うん、明星一平ちゃん夜道の焼きそばショートケーキ味、はい、12月5日発売、ぜひ食べてみてくださいねっていうわけで、さっちゃんは置いていって、はい、進行していきます。どういうこと？なんか言われたんだけど、どういうことは終わります。わからん、どういうこと？名古屋スクールオブミュージック&ダンス専門学校。見えないけど、チエルとアユミンの、これ変えるのかよ、チエルとアユミンのね、人差し指がくっつきました。はい、終わり。はい、別府温泉に行ったことのないアユミンこと別府アユミと、チエル温泉に行ったことのあるチエルです。チエル温泉って何？え、あるよ、展開に。で、うん、展開にあるの？うんうん。え、どういう温泉？ちなみに、すごい天使いっぱいいるよ。あ、そういう、うん、温泉の説明が欲しかったの。ね、広さはね、東京ドーム23個分くらい。でか、え、ちょ、え、敷地がね。あ、びっくりした。温泉の人じゃないよ。なんていうの、どんだけ水道代かかるんだよ。広さが東京ドーム何個分？23個分。だからあんなところに一人で入るの寂しいなって思って。そう、寂しいし、水道代もかかるから。あの、やっちゃダメだけど、あの、泳げそう、本当にダメだよ、怒るよ、こっちの上司が。ごめんごめんごめん。はい、で、なんか前回、あゆみんが、あの、ファブレポ第6回でね、うん、人工雪を降らす機会が実質に欲しいかどうかってアンケートしたのね。え、でででで、あの、結果を。あ、ごめんごめん。やべー、チエルはいらない派だった。あゆみんいるんだ。え、そういうの。いや、いるよ。結果ね。なんか本当外とか庭とかにその機械が欲しいんじゃなくて、本当自分のお部屋に欲しいのね、その機械。だからますますいらないじゃん。いや、いるんだよ。だから結果が欲しいよって人が 43%。 はっ、いらねえよって人が、うん、57%。 勝った負けた。いや、これ勝ち負けじゃないけどね。そうだけどね、投票してくれた人ありがとうございます。そう、なんか欲しいよって人がいてくれただけでも
嬉しかったです、うん、さてクイズコーナー、はい、今回のクイズは旬レポから出題したいと思います。はい、旬レポの2人今日魚のお話してたよね。旬って言ってね、うん、で2人が好きなのはブリでしたが、塩さんが一番おすすめしていたのはどんな食べ方でしょうか。ツイッターアカウントはアットマーク NSM ラジオ2016、アットマーク NSM RADIO 2016、ハッシュタグファボレポをつけてクイズの答え、またあゆみんへのお便りをバンバンツイート、うん、またクイズを正解したリスナーには次回ファボレポオープニングからご褒美が。誰からもらえるかはお楽しみもんよ。チェルのはなしです。なんでテレビーコンティニュー。この番組は名古屋スクールオブミュージック&ダンス専門学校の協力でお送りしました。